どうもレオです。ポチです。スパイダーマン、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。どう？この新しい格好。なんか、浮いてる？浮いてるよね。何これ？俺もね、浮いてると思った。ヴィなんンか、テージ風スパイダースーツっていうそうだよ、のを、昔っぽい。そう、ヴィンテージコミック版、そうだね、コミック版だね。スーツにしたらコミックになっちゃった。こいつだけ。そうだね。でなんね、こか、のね、すごい。スーツパワーがね、軽口。敵に軽口を軽叩口っく。て何？シャープ、びっくりマーク、アットマークなの？そう、なんかまあ、あれでしょ？ちょっと言っちゃいけない言葉みたいのを入れたりとかみすたいるんな。でしょ？きっと。ピーって感じなのか。なんか、F 言葉的なやつですよ。きっと。わか軽んないけ口ってそういうことなの？ど。わかんない。まあ、挑発みたいなことだよね。けど、まあ一応ちょっと、一旦軽口で始めてみようかなと思って。なるほど。やばくなったらすぐ戻す。はいはいあ、はい多分はい。なんかスキルとしてメリットなさそうなんで。まあでも、ちょっと見てみたいよね。どんそう。なんだかね。なんで、やってみようかなと思いますと。で、前回ね、無事リーを倒しましたよ。で、なぜか MJ と喧嘩してます。なんか、MJ は、おこでごす。機嫌斜め。斜めです。で、一応次の場所が、まあ、いつものように、ラボなのかな？オクタビアス・インダストリーに戻りますよと。オクタビピーアスター・博パー士。カーに戻るぞと。博士もなんかちょっと今ちょっとね、危険な状況にあるからね。なんかのめり込みすぎてる感はあるけどね、研究にね。そう。それちがょっと怖いんで、様ちょっ子見にと、行こ行くよ。う。ほんとな、なんか、あちこちで問題が起きてるけど、一番の問題は今、仲間内の問題なんじゃないかっていう。ハワードの鳩逃げもういいらんれる。だよ。あじゃとはあ入るもういい。ぞ。はい。コミック風のやつが。あれ？今日髪の毛直あれ？さない。博士？お酒があはる？るか。お酒じゃねえのかあれ？ちょうどあ、いいとこどうしで。たどうした？さあ、お祝いだ。お祝あい？れ、なんか動きがおかしくなってない？足引きじゅってる。あ、あれ？待って。アームはどこです？うわっ。それ、すごい。でもどうやって？当該内神経ネットワークだよ。動かない神経伝達速度はなんとナノ秒以下だ。脳内の信号伝達速度よりも速い。義手はもう過去の産物さ。やったんだよピーなんター。かちょっと怖い。我々はついに成し遂げたんだ。信じられグない。ールのカグネみたいじゃない？君の神経ウェブが成功の鍵となったんだよ。あれはまだテスト前ですよ。もし何そうか起きだたよ。ら。すべて完璧だ。あ、ほら、見なさい。本当に大丈夫？ちょっと見て、ちゃんと。実はダメだみたすいなごいな。うことわー、ない？首から。でもエラー発見。エはい、直ラーしがて、あん早の？く早く。電圧ノイズか。すぐ直直せせるっますて。よ。本当に直せる？8で、2にし2てっみる。てさ、あそこ通あなた、して。間違えすぎてない？で？こう。上上げて。この辺がいらんのか。あれ？あれ？3になってるの？あ、違う、これが、こう。そうだな。あ、3じゃないよ。こう。これでどうかな。オッケーじゃない？やべえ？致命的なエラー。ダメだか。から、思ったよりひどい。電圧が強すぎるんだよ、博士。博強士いよ。方がいいかなって。博士。それじゃダメなんだよ。あれ？これ、だってさ、そこから曲げていく感こっじ？から曲げてくんだな、きっと。あ、こうだな。とりあえず一旦、
博士結構ガバガバの回路の繋ぎ方してない？こんなに間違える博士を。ちょっと慣れてなくてね。いや、慣れの問題なの。それじゃダメか。あ、こっちはこれだ。で、それじゃダメだ。これをこう来て5にすれば、うん、4になって、でこれを1にする、1にすれば、うん、こうでしょ。安定するといい。ああ、よかった。まだまだ、え、致命的なエラーしかないじゃん。くそ、ノイズの連鎖だ。これは直せないかも。博士、いや、それ直すために僕はここにいる。曲げて、天才パーカーは曲げて、あれ、これでも厳しいんじゃないの。惜しい、惜しいぞ。あ、ここもでもあれだ。でも3しか無理だな。3、あ、そういうこと。4も3に、あ、そうか、できないのか。できないよね。そこの4、これをだからあれだ。なるほど。あ、そこ通すのか。1だ、マイナス1だ。通して、上で曲げて、曲げて、下ろして。いいんじゃない？これでどう？頼むよ。まだあるよ。まだある。ちょっと、危なくない？発作。え、短期記憶喪失。やばいやばいやばい。やばいやばい。衰弱してるよ。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。取って取って、早く。ちょっと、急いで、やばいって。博士？え？え、大丈夫？博士、問題があるかもしれません。どんなものにでも問題はある。だがリスクなしで成功は得られ。違う、そういうことじゃないんだよ。博士増えた。この異形を世界に知らしめるんだよ。博士、神経ウェブが運動ニューロンを遮断していません。博士、抑制力とか気分とか脳の他の部分に影響するかも。もっとテストをしないと。テストは十分した。もうダメだよ。今までずっと自分は。ああ、これもう思っていた。ちょっと、博士、顔がおかしいから。あなたは出来損ないなんかじゃない。でもこのままじゃ精神が侵される。博士、博士、あー、そうか。いや、もう大丈夫。あれ、博士、戻って、戻れる、取れる、取れる。あ、大丈夫、大丈夫。あと一歩です、博士。そうだな、落ち着いた。バグを直すだけだ。そうそう、あ、そうなんだよ。ほら、行って。平気ですか？ああ、本当に。いや、ダメだよ。これはダメなやつの顔してるよ。もうちょっといた方がいいんじゃないの。ありがとう。いや、そう、いろいろとね。なんかテレビついてるし。ピーター。テレビついてるし。マーティン D は捕まりました。私は必ず約束を守る男です。ニューヨーク市民は直に町の運命を変える決断を下すことになります。投票の際は。違うじゃん、ほら、もう。ニューヨークはより一層平和な。ああ、やばいやばいやばい。嘘だ。ああ。嘘だ。やだよ。やだよ。今に目にもの見せてくれるわ。ああ、ダメだ。お前おかしいよ、一人。やっぱおかしいな。ごめん、今すごい、うん、博士のドアップすごい綺麗に、マイルズは無事かな。なんか綺麗だなって思って見とれちゃった。そうだね。いや、マイルズ、リーのニュース聞いてどうしてるかなと思って。なあ、あそこで働くのが嫌なら全然構わないよ。移動しながらでしょ。でも父さんの言葉を思い出したんだ。
決して諦めたりしないって。そうだね、それが正しい行いなら。紹介したのは僕だし、無理に君を縛り付けたくなくってさ。リーがしたこととここのみんなは関係ないでしょ。みんなを助けたいんだ。僕がここに残れば。そうか、でもそうだよね。父さんも喜ぶはず。きっとそうだね、マイルズ。僕も嬉しいよ。そうか、話し相手が欲しくなったら。父さんを殺したやつが作った場所に。そうだね、で働いてるのか。そうだよな。じゃ紹介しちゃダメだったじゃん、そもそもピーターよ。そして明らかに第二のミスターネガティブが出来上がったような気がしならないんだけど、気のせいなんだろうか。いやでもマイルズは本当しっかり。おめでとう警部。しちゃこだな。逮捕。そうなんだよ。どっちでもいいけど、僕が言いたいのは働き詰めだよってこと。旅行でも行ったら。旅行は好きじゃないのよ。でもリーの手下を捕まえたら旅行に行ってもいいかも、うん、飛行機もスーツケースもなし、ただひたすら眠りこけるパーティー好きじゃなかった。まリゾートじゃないにしてもとにかく休むんだよ。うん、それはピーターもだぞ。そして今になってごめん、戦う前にさ、こういうこと言うのもなんだけどさ、うん、だいぶシリアスな感じになり始めてきてるじゃん、うん、服変えていいっすかどっちでもやっぱさ、ああいうなんかオットーのさ、あれじゃなかったです、軽口のままに一旦しとくんで。はいはい、やっぱほら違和感なくなったね。うん、ちょっとああいうアップの後にあのコミックのやつちょっとだいぶね、うん、違ったんで。じゃあフィースト戻るよ。うん、おばさん、久々に会ったな。あ、大丈夫。おばさんは危険な目に遭わせたくないんだよ。とかね、一人でここを切り盛りするなんて無理があるよ。誰かがやらないと。少し寝る時間が減るくらい平気よ。そういえばリーさんから連絡はあったの？いいえ、マーティンはあんなことする人じゃないわ。何があったにせよ、あれはマーティンじゃない。あ、それで MJ とはどうなの？ああ、一番 MJ とは痛いとこ疲れたな。なんていうか、そのちょっと訳ありでさ。誠実さ、それが長続きさせる秘訣よ。うん、喧嘩したことは？そりゃもう若い頃はしょっちゅう。それであの子には本当の自分を見せてるの？おい、音量上げろ、聞こえない。警察は会見で、このトラックこそがグランドセントラルの攻撃に使用された装置を運んだトラックであることを公表しました。いつまで続くの？あれ、いない。あれ、ピーター？あ、ピーター急に消えたけど、どこ行ってたの？渡辺警部です。伝言どうぞ。ニュース見てね。ユリ、今どこ？これ聞いたら電話して。デビルズブレスが盗まれてないといいけど、頼むよ。あ、そういうことか。デーモンのトラック奪われたらやばいどころか大惨事間違いなし。あ、そうか、あれか、箱の説か。全然気づかなかった一瞬、俺アホだから。だからそれが襲われちゃった。で、何やってんの本当に。あのシルバーセーブル。そう、実はセーブル無能あんまできない子なんじゃない？あんまできない子だよね、あの子ね。実はグルだったらどうする？マジかよ。守るふりして。そういうこと？わざとヘマした風に風に風にちょっといい感じに装ってるのかな。いや、失敗しちゃいましたよ、みたいな。スパイダーマンのせいですって言って、なんかあいつが邪魔してきたから、あの雲男が邪魔してきて盗む。本当なら、そう、本当ならできたんですよ。できたんですって言って、あー、もうあいつ最悪だな。いや、まだグルではないと思うけどグルではないと思うけどもそうだね、まだ全然やれてないけど、ダウンロードコンテンツでシルバーセーブルになってたけどな
お、そこだ。よいしょ。わあらららららら。あれ？それか。それの中。ないじゃん。ああ、ほら、案の定。デビルズブレスは奪われた。けど、それどころじゃない。何が？何？急がないと。ライカーズ？乗って。乗ってで、すごい大胆な乗り方。何があったの？組織的な攻撃よ。やべやべ、何これ？何これ？全ての独房塔が破られた。は？このままじゃ、じきにライカーズの囚人たちが5番街に。いや、いっぱい出る。ちょっと待って。そっちは無事。あ、よく刑務所的なところか。セーブルに任せる。大丈夫？信用するの？他に選択肢ある？いやないけど。やばいやばいやばい。厳しくない？ライカーズ逃げちゃう逃げちゃう。何？怖い。シートベルト締めたら。ダメだよ。何逃げてんの？危ないそれは。あー。すごい。あーかっこいいな。いっぱい。いやーいっぱいいる。よし、まず軽口。叩いた今。叩いてよ。なんつった？いや、わかんない。軽口、マジで意味なかった可能性ある。俺らが軽口を聞いてる余裕がないっていう、この致命的な問題が。また軽口。ちょっと離れて軽口。やあ、みんな。蛍光オレンジの作ったマヌケ連中を探してるところなんだけど、これ多分違うと思う。普通の会話だと。なんだ武器庫が上になんかボンボン撃ってるやつがいるぞ。囚人たちがロケットランチャーを装備してるってことよ。もう撃たれてる。これはやばいかも。任せて。そこにいる。そこじゃない。そこで。そうだね。本当だよね。痛いね。ほら。独房に戻っておとなしくするなら今日のこと忘れてやってもいいよ。そうだね。危ない。危ないよ。どこにいるの？そっちから撃ってきたから。あっちにいるじゃん。あの上だ、そいつだ。あと鉄砲持ってるし、撃たれひどいもんだな、これ。あ、いて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 。あ、まだロケットランチャーいるよ。いるな、いっぱいいるな。いるっていうか、そいつさっきのやつだね。あれ？そうなの？うん、やっつけきれてなかった。あ、マジで？うん、多分。そんなことある？うん、きっとそう。うわぁ、痛い痛い。なんか水みたいに出てきた。いやこれ大変じゃない？いっぱいいる、危ない。まあ、まずは軽口じゃない？まず軽口かな。よし、まだ庭に何人かいるみたい。庭にいるらしいよ。ロケットランチャーを刑務所に置くなんて言い出したの誰だよ。本当だよ。庭どこ？こちら司令官のハンソンだ。誰か聞いてるか？こちら渡辺警部。違うじゃない？多分。いや、こっち？違うかな？リードの屋上だ。あ、いた、あっちもバンバンしてる。そうよ。何があったの？草な。庭だ。に天気が落ちて、あとは地獄さ。ロケットランチャー。燃えてる。軽口。逃げを早そうと思うんだけど、ねえ、ほら、どう思う？あ、これだ、これだ。これが軽口らしいよ。ほんと軽口だな。スノーが軽口。痛い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 よ。痛い。なんだい君たち、めっちゃ囲まれてんじゃん。囲まれすぎだよ。やっぱりさ、囚人だけあってさ、撃たれ強いというか、うん、強いよね。強いね。ここに収容されてるだけあって、うん、普通のチンピラと違う。違うわ。巡査から応援を要請されてるの。巡査さん？今行くよ。屋上？じゃあ上だね。そうだね。ただこんなに戦ってる場合じゃないのか。いや、いいんじゃない？ここから行けばいいんじゃない？ここから上に。そうだね。とりあえずあそこへ、あいつ行った。お前許さないかんな。痛い。どうしてそこすんの。なんかビリビリしてる人みたいな。邪魔だよ。ドアの向こうに閉じ込められている。撃たれちゃ
痛い。撃たれちゃう。撃たれない。警備員が。そうだよ、いるんだけどさ。そんなすぐに開けられないんだよ。そうなんだよ、ほら。なんだよ。ちょっと。あれもう。この車。あ、止めて。止めて。止めてよ。わあ。危ないよ。やばいやばいやばい。いっぱいいるじゃん。怖い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 。わあ、ボコボコ。ボコボコしてる。早く早く早く。あれ所長なの？あれ所長なの？わあ、でかっ。どうしよう、でかっ。2メートルぐらいありそう。本当だよね。わあ、同じ2メートルぐらいありそうです。もう一人。わい。痛い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 。痛いな。いろいろ投げろ。ダメだ。ダメだ。軽口かな、じゃあ。軽口か、やはり軽口かな、うん。今日は軽口の日じゃない。軽口が効果あるのかな、やっぱ。やばいやばい。結構。結構、あ、痛い。危ない、避けた、俺。うん、避けたんじゃないかな。危ない、撃って。痛い。うんうん、いいね、いいね。よしよしやろう。もう一回ぐらい、もう一回ぐらい。せー、あ、水だ。なんだ水、水はなんであれがあるの。水何の意味があるんだ。さっきも出てたよ。そうだね。痛い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 。死んだ。ぐる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 。どうじゃ、もっとぐる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 。どうじゃ、え、いや、危ない。どうじゃ、痛い。危ないよ。何するの。危ない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 。ビリビリ。よし、いいね。おぉ。もう軽口じゃ、どうじゃ。あれ、何？今、撃ち落とされた？何？軽口叩いてるから。もがき苦しめって言ってたよ。ほんとだね。あ、やっと倒した。うん。あららら。大変なことになっている。いつものことでしょ。逃げろ。そこそこそこ、その車みたいなやつのところに。あれ違うね。そこら辺か。そうだね、この辺だね。やばいやばい、あんたいる。足りない。もうめんどくさいな。痛い痛い。めんどくさいんだよ。やっつけちゃうぞ。やっつけちゃうぞ。よいしょ。まだいい。おいしいね。あと少しだって。それとも。なんでこんなに大変だ。これ、ね、これで、だってあれでしょ、どうせ、シルバーセーブル、ヘリヘリうまくできてないんでしょ。俺知ってんだかんね。ヘリヘリ。ヘリ。って。そうだよね。ああ、っちゃうよ急に。送っちゃうな、あれ。あ、なんか出てきた、うわー。丸。ふいー。ふいー。うわ、しかも、引っ張り出してる。あれ、もしかして免許証と車検証を拝見。そうだね。あー、危ない。うわー、落とした。すげえ。なんとか事態は収集できたみたいね。収集できたの、これ。収集なの。あれ？そのはず、行くわよ。ダメほどひどくはないのかも。ポジティブ大好き。そうだね。でも経験上見た目より悪いせひどいんだよね。あーで何こいつ。危ない。ちょっと待って、なんかすごいのいるよ。ビリビリビリ。危ない危ない。あ、ユリが危ない。落ちる。セーフ。頑張って。何今のあの電気ビリビリのやつ。電気ビリビリの。危ない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 。え、大丈夫？あ、どうだった？うん、どうなの？ああ、よかった。平気。あ、ウィーン来たよ。いやー、エレクトロ。エレクトロ。確かに綺麗だけどね。あ、いっぱい来た。いっぱいいるよ。やった、仮釈放だ。みんな逃がしてる。私はメイン制御室に行って状況を確かめてくる。了解。じゃあ僕はパーティーへ。そうだね。ちょっと待って、もう無理だ。
軽口はダメ？軽口もうダメだ。あの、ハテナのスパイダーマン、かわいい。うん。ここからさ、静かに檻に戻って鍵かけてくれない？そうだね、ほんとに。もう戻ってくれ。仮尺だからな。仮尺とかの問題じゃねえんだよ。悪さしなきゃいいんでしょ？まあ、悪さはね、している、この時点で悪さと言わんかね。これは戦った後にエレクトロがいるからね。そうでしょ。あの人たちなんでさ、光ってるんだろう。あれ、捕まっているやつなの？捕まってるやつの合図、あれなんじゃない？電子手錠みたいな。そうじゃない。近代的だよね。じゃそれは今制御しに行ったのかな、もしかしたら。ユリは。そうかもしんないね。いやまずい。まずいよ。いやもうどう見てもまずいんだよ。それは。あれ、お前誰だ？これライノじゃないの？ライノだ。なんだっけ？エレクトロ。ライノ。すごいものになってるじゃん。なんかいるよ。ほら。違う。よ、消せ。飛んで火にいるバカな雲か。スコーピオン、少し待っててくれる？今電話中なんだよね。そうなの。痛い。おい、大変なことになってるじゃないの。自業自得だよ。電波が切れたみたい。平気。あんまり。エレクトロにライノに、今度はスコーピオンが逃げ出した。この刑務所どうなってんの？カメラはもうすぐ復旧するはず。また連絡するわ。大丈夫？なんかみんな出てきてちゃってるじゃない。だってそしたらもうあれじゃん。リーも逃げちゃうじゃん。リーも逃げるしさ。リーもここだったよね。ここだしさ。あれ青い人。か青い人。リーもここだし、あれでしょ？なんだっけ、あのフィスクもそうでしょ？フィスクもだ。忘れてた。うわい。来いよスパイダーマン。追いかけっこ好きだったろ。腹立つあいつ。あ、あれ追いかけっこしたやつか。いや、あいつ違うよ。え、あいつ違うか。追いかけっこしたのはショッカーだよ。あ、ショッカー。うわぁ、綺麗だなってちょっと思っちゃった。協力者を教えてくれたら手加減してやるよ。フィスクかな。どこだあいつ。あの光ってるところかな、いっぱい。一番光ってる。 あそこか、うん、あれか。この交渉うまくいったことない、うん、早くないあいつ。早いね。行って出せ。まさかの。だえ、なに登れない。あれ、登れない。なんでツルツルしてるんじゃない。そうだね、あそこでしょ。いいの。わお、何でそういうことするの。危ないよ。いや、じゃあ次々とさ。あれ何これ。ワルちゃんもいるじゃない。今話せないんだよね。忙しいよ。忙しいよ。あれだよ、久しぶりに暴れられるってなったらさ、暴れすぎじゃない。みんな嬉しくなっちゃったんだよ。そうか、そうだね。つまりあなたの戦績が5人も逃げ出したってこと。そうだね。いやー、そうだね。一瞬本気で言ってるのかと思った。私は本気よ。行かないと囚人が街を向かってる。たったば来た。どこ行ったあいつ。あんなかか。光ってる。光ってるな。すごく。うん。なんで急にこんな。上に指揮して。あー、ちょ。おーい。で、また来るでしょ、他のやつが。そうだね。すぐ他のやつ来るんだから。うわ、上行った。痛い。何これ、なんか落ちてくるね。そう、避けなきゃいけない。痛い。
これ避けなきゃいけないの。でももう終わった。終わったな。あんまりかっこいい感じじゃなかったな。俺っちのニュースーツ気に入った？決まってる？どこで手に入れた？そうね。そうなんだよ。会員制クラブだよ。何それ？あれ？いや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 。今3人出てきたよ。もう何なの？で、そしてリーもいる。そしてスコーピオンもいる。絶望的じゃない？あともう一人。そうそう。ほら、やりたくないならやらなくてもいいんだよ。そうだよ。こっちはやる気満々だ。俺、すごくない？何何これ？狭いし。うん。痛い痛い痛い、刺されちゃった。痛っ。あ、ボコボコ。ちょ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 、いや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 、むちゃくちゃじゃない？え、ちょ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 、ビリビリビリ。あ、捕まれちゃった。あれ、ちょっと、オクタビアス博士、一度しか言わん。何？貴様は手出しをするな。あ、あら。すべきことは分かっているな。成功した暁には礼を弾んでやる。行け。ちょっと。どうしてそんな状況？うわあ、もうズタボロ。そりゃね。そりゃそうだよ。あれですよ。身体的にも精神的にも。そうだな。おお、どうしたどうした。何これ。ああ、ノーマンね。いや、ノーマンな。うわあ。ああ、そうなるよな。ああ。これそうか、全員、あれ全員が全員ノーマン嫌いってわけじゃないよね。ノーマンね。ああ、お前かい。ダメだよ。数々終わりだ、ノーマン。ああ。化けのカバンを吐いて。ちょっと待って、え、もしかして、やめておくれ。やったな。やりましたね。やっちゃった。その後からつければ大丈夫な感じなの？そんなんで大丈夫なの？やっちゃったよ。やっちゃったな。24時間後。もうやばいって。いや、もうダメでしょう。やばいって。あ、大丈夫？え、メイ、平気か？うん、平気よ。嘘つくな。配ってきて、お願い。ああ、はい、全域に隔離体制を敷いて各地で厳重な警戒措置を維持しています。街中では警察とセーブルの部隊が脱獄囚と戦闘を繰り広げています。一方でオズボーン市長は、はい、この脱獄事件と病気の蔓延はスパイダーマンに責任があると公言し、はこうしたと非難しています。ですが確かな証拠のない中、疫病の発生源がこのマンハッタンにあるオズコープ所有の極秘研究所だということが本市の独占レポートで明かされてからというもの、スパイダーマンへの責任転嫁だとささやかれています。そりゃそうだよ。今日は疫病対策センターとともに今すぐ消せと主張していますが、それに関する証拠は未だに提供されていません。本当だよ。
お前どこまでなんだ。そうだよね、終わるだろう。わーい、痛い痛い痛い。もうお前は終わりだぞ。っていうか、この町がやばいぞ。やばいよ。いやー、大変。オクタビアス博士、なぜ？そうなんだよ。僕のせいだ。いや。病院から連絡があった。無断で出てったんですって。そうなんです。町を救わないと。まだ14本も骨折してるって、医者が言ってた。そんなに？192本は骨折してないってことだろ。助けてくれてありがとう。セーブルにバレるかと思ってヒヤヒヤした。あなたは今や第一ターゲットらしいから。僕って本当人気者。ニューヨークはどうなっちゃうんだ。さあね、世界の終わり。あれ、ヨロヨロしてるよ。そんな気分。まあ、14本折れてるから、うん、しかもなんだセーブル。またセーブル、どうしてもアホだなあいつ。何もできやしないくせにさ。お、レベル上がったよ。うん、いや、手を貸すよ。ありがとう。脱獄犯のギャングが徒党を組んで市街地全体を占領してるらしいの。ほう。略奪や地域住民への暴力、何でもあり。僕に任せて。他には市長がシルバーセーブルにリーとオクタビアスを見つけるよう指示を出したって。ほうほうほう。それでセーブルが見境なく市民を検挙して町の拠点に監禁して。何してるんだよ。尋問方法を強化したって噂も聞いたわ。バカたれ。まさか拷問。はあ、大丈夫、任せて。ああ、なるほどね。ここは僕らの町だ。やつは取り返そう。はいはい、取り返しますよ。部下がスーパービランと戦ってる。進展があったら知らせるわ。今はとにかくこの混乱を沈めてきて。はい、沈めます。いやー、大変なことになってしまった。うん、でもニューヨークのヒーローですから。そうだな。こんな状況でも直してみせる。な、うん。スパイダーマン頑張るぞ。うるさい。全員ぶっ倒してやる。お前らなんか、うん、無能どもが、セーブルも。よし、じゃあ今回はじゃあとりあえずここまでにしましょうか。はい。はい。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。では。次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。